じいちゃんに踊ってほしくて、はい、バイキンマンみたい、バイキンマンみたいになってた。いや泣いてるママ泣いてる。はい、ジャンボ、ジャンボ、あまちこチャンネルのちーちゃんです。キキです。まつりちゃんです。はい、まつりちゃんはスプラトゥーンをやってます、はい、はい、負けました。負けたんかい。はい、今日はね、はい、ちょっとね、急遽ね、うん、ちーちゃんに昨日、どうしてもあのママとパパがやってほしいっていうダンスをお願いしたのよ。はい、はい、何ですか。新時代ワンピースフィルムレッドの今映画やってんねんけど、はい、それのね、アドちゃんが歌ってる新時代を、あのアニメやねんけど、ちょっとダンスがあったのよ。はい、だからどうしてもちょっとちーちゃんに踊ってほしくて、はい、昨日急遽お願いしたんやけど、めっちゃ練習してくれたよね。はい、父とママはめっちゃワンピースが好きで、はい、ちーちゃんの名前もワンピースのチョッパーから取ったんです。チョッパーから取ってんの。そう、なので、なんかそれぐらい好きなので、あの絶対踊ってほしいと思いました。はい、で、ちょっとね、スタジオ調べたんだけどね、ちょっともうほんと2時間もしか空いてなかったのよ。うん、なので、今から2時間後に行きます。はい、ということで、ちょっとそれを密着させていただきます。はーい、うたちゃんのさ、うん、コスプレまではちょっとできへんからさ、うん、近しくしたいなと思ってんねんけど、うん、久しぶりにワイヤー使うわ。めちゃくちゃ久しぶりやな。ワイヤーめっちゃ久しぶりじゃない。言ってもでもプリキュアの時は結構使ってた。プリキュアはワイヤーいんねん。ワイヤーマジで久しぶりや。じゃあ、うたちゃんの髪型さ、なんか、そうやねん、ヘッドホンしてるやんか。あー、後ろでこうやってやって、そうそうそう、そうやねん。ヘッドホンは、ヘッドホンしたらもうダンスできへんやろ。絶対落ちる。そうやろ。だからもうヘッドホンももういいや。もうな、とにかくな、ダンスが見たいのよ。ママたちはね。そう、だから白いな、服もな、そんなないからな。うん、もうちょっとできる限りある白でやってもらうけど。なんか、すごい、バイキンマンみたい。バイキンマンみたいになってた。いやちーちゃん、難しかったダンス。まあ、結構難しかったかな。なんかさ、キャラクターでさ、踊ったりするから結構難しいねんな。あ、そうやな。う、人間見てるわけじゃないもんな。うん、そう。しかもちーちゃんさ、K-POP ずっとやってきたやんか。だ、うん、からなんか踊りにくいねん。ジャンルが違う感じ。そうそうそう。だからめちゃめちゃ踊りにくいから。やっぱり K-POP が一番覚えやすいから。あー、そうなんや。うん、ちょ、なんとかなったんちゃう、これ。すごいな。パートにしたわ。うん。え、そうなの。うん。もう後ろ、ちゃうねん、そのハートにしかなれんねん。ほら、ワイヤー入ったらさ、もう自由自在やのよ。動かせんのよ。うん、だから、これでちょっと前向いて一回。OK。これで、今からこの下よ。下もさ、ここなんか8の字になってんのよ。もう。うたちゃん。ちょっとそれもやりたいなと思ってんねんけど、ちょっとちーちゃんの毛の量的に。上にもだいぶ使ったからな。見てこの細い毛。ここで8の字できるかな。ちょっと不安やな。できるできる。できる？うん、やりたい。ちょっとやってみるわ。ほんなら、ちょっと頑張るな。お願いします。めっちゃ簡単に言うやん、この子。もうさ、毛が細すぎてさ、うん、思ってたやつができへんかって、急遽もうピンで止めた。これ、もう、キュッキュッとピンで止めました。本当はな、この下の方もう上の方みたいに三つ編みする予定やったけど、毛が細すぎてできへんかったらしいです。細すぎてもうそんな三つ編みできるあれ毛量じゃなかった。うん、だからピンで留めました。はい、もうピンで留めた。ゴムで留めてももうスルッと抜けるぐらい細すぎました。ハマチコチャンネル。はい、準備ができたので行きましょうか。はい、はい、行ってきます。行ってきます。行ってきます。ゴリラがびっくりした。ハマチコチャンネル。おい、着きましたよ。着きましたよ。はい、着いた着いた。なんか、高いところでさ、踊りたくて、うん、
どうしてもええー、ね、うん、ちょっと狭かったなでも、まあまあまあええー、感じ、うん、うん、なんか感じがする。やめてまお掃除おばさん、うん、ご誤解いいよ、撮影しますか。じゃあ OK、 カメラもう完璧、大丈夫、練習する一回、いや、いける、なんなら覚えてるうちに撮りたい、練習でさ、まあ、ちゃん、なんか練習でさ、ようさ、成功するからさ、うん、ちょっともう、気圧きたいからな、んか回したよ、じゃあちーちゃん行くで、はい、はい、じゃあ撮ります、3、2、新時代はこの未来だ、新時代だ、はい、そのままストップね、そのままストップね、はい、ストップね、はい、一回抜いて抜いて、ちーちゃん抜いて、はい、抜いて抜いて、ちょっとカラーへと出してもらうから、これで OK かな、新時代だ。ママ泣きそう、泣いてるママ泣いてよ、あんだよう頑張ったな、ママ泣いてるわ、ママ泣いてはるわ、なんかさ、うん、その泣いてるままのお写真撮ってるわ、やめてまーちーちゃんの携帯、なんかさ、うんうん、そう、ちょっとさ、ワンピース好きすぎてさ、うん、死んでないなんか、YouTube 始めた時に、うん、ワンピース見るのやめたやんか、あ、はい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 、ちゃんと YouTube に宣伝しようって言って、うん、なんか、ありがとう、なんかまた見たくなってきた、ごめんな、ワンピースまた見たいな、ほんまちーちゃんとまつりちゃんには絶対読んでほしい漫画やねんけどえ、そうそうそう、絶対読んでほしい、なんか分からへんけど、今回すごいこれいいなと思ってちーちゃんに、あんまりないやん、踊ってってママが言うこと、ないやん、ないな、パパは言われてる、パパはそうやろな、2回パラパラ、パラパラとな、結構パリピ孔明な、あるけど、これだけはほんまに踊ってほしいなと思って、踊ってもらってよかったわ、すごいや、一発や、一発オッケーなんだよ、わぁ嬉しいわ、なんかママもこれまたリピートするわ、そうな、それね、ママたちちゃん、キュッキュッ、今こういう感じになってるママ、ありがとうちーちゃん、これママな、これちーちゃんな、こんな感じ、でもさ、こうやってさ、ダンスでさ、なんか人を感動させれるとかってすごい素敵なことやね、なんかねママやけどママやけどでもみんな元気になんかなるってコメントとかくれたら本当嬉しい ね、 なんかね、ちーちゃんのダンスすごい好きっていうコメントとかあったら本当にママ嬉しいわ、ハマチコチャンネル、父、今からこのダンス編集しに帰ります、頑張ります、これ明日とうとう、これさ、これさ、みんなダンスの方も見に行ってほしい、そらそうや、当たり前やん、お願いやから、ダンスを見てほしい、本当に、ご覧のスポンサーの提供でおっと、もうな、ハマチコキいつも写真撮るの忘れるから、写真撮らして、ほんまに忘れんねん、マジで普通の顔してもらってよろしい、いつも、ああどういつもなんか変な顔してんねん、はい、パパ掃除始めたでゴリラの毛が待ってるわ、はい、チーズできるやん、ゴリラの毛が待ってるわ、ちょっと待ってな、一旦ちょっと待ってな、